ャンネル。はい、では今回ですね、ティーエンス内定者インタビューということで、ゲスト吉野さんお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、お願いします。早速聞いていければと思いますが、就活のスタート時期どれぐらいですか？一番最初動き出しは。大体6月頃からスタートしました。3年生の6月頃ですね。そうです。キーエンスのどういったところに魅力を感じて志望されたんですか？志望の理由は2点ありまして、1点目がですね、噂でもあるようにこう高収入というところから、まあ、収入が高いというところをまず魅力を感じました。2点目がですね、その中でもこう成果主義っていうところが私にとってこう一番ちょっと魅力かなと思って、まあ、大手企業の中でも割とその年功序列って感じではなくてですね、しっかり成果を出せば、まあ、それなりにやっぱ給与や役職をつけるっていうことが魅力に感じて志望しました。実際のこう選考の流れフローですね、教えていただけますか？私の場合はちょっと、インターンシップ選考から始まってますので、ちょっとインターンシップの選考から説明させていただきますと、まず説明会を受けてですね、その後に20秒 PR っていう独特なものがありまして、私の題ではですね、今まで買ってきたものの中で一番良かったものっていうのを、まあ、プレゼンしてくださいみたいなのを20秒にまとめると。でそれを合格した後に簡単なエントリーシート、そして SPI ですよね、適正検査の後に面接が2回あって、インターンシップという選考になりました。インターンシップ参加後には二次面接で要素面接、そして最終面接という流れになりましたね。以上です。実際こう面接でどういった質問が多かったかですとか、またこう印象に残っているような質問どんなのがあったか教えていただけますか？やはりやっぱ営業会社ということがあってましたので、まあ、営業についての必要なスキルをどんなことがあるかっていうのを聞かれたりとかですね、まあ、あとはこう突拍子もないようなこの話題を急に出されて、その要素、このメリットを3つ、デメリット3つを答えろみたいなことは印象に残ってます。全体的にじゃあこう人物面とか学知がすごく深掘りされるっていうより、こう対応力とかとっさの判断力みたいなものをかなり見られてるな、問われてるなっていう感覚あります？学知もまあ最低限は聞かれるんですけども、まあ、ネットにも書いてある志望動機とかはほとんど聞かれなくて、まあ、その人がどういうふうにやっぱ対応できてるか、まあ、頭の回転の良さとかキレの良さっていうのを多分非常に見てる会社なんじゃないかなっていうのは感じました、ね、面接やグループディスカッションで意識したことはどんなことですか？論理性を持ってやっぱしっかり相手に伝えるということはまあ重要かなと思います。まあ、ただ単にこう羅列して流れを話すだけではなくて、まあ、要点をまとめて、でそれをまた根拠づけるときにまあ自分の経験っていうのをまあ私はこう言うように気をつけたかなと思います。選考で一番苦労したことは何ですか？そうですね、やっぱり二次面接の要素面接っていうのがなかなか私にとって一番苦労したかなと思ってて、というのもですね、本当に突拍子もないことを急に聞かれるので、まあ、そこでこう焦らずに、まあ、しっかり論理性を持たせて、まあ、相手の方をやっぱしっかり見るじゃないですけども、あくまでもやっぱ就活生なのでやっぱ緊張するとかはありながらも、まあ、一大人の人たちと会話するってことを重要に、会話のキャッチボールっていう部分ではすごく意識をして、まあ、そこが一番苦労したかなと思います。選考を受ける前の準備していたことがあれば教えてください。ネットに書いてるようなよくある質問とかっていうのは自分の中で最初にあらかじめノートに書いたりとか、そういう準備はしましたし、もう自分自身がちょっとアルバイトの方でもちょっと軽く営業をしているので、まあ、その中でも本当にしっかりお客さんと話すイメージで人事の方と話すっていうのは意識するようにしましたね。キーエンスを目指す就活生にアドバイスがあるとしたらどんなことを伝えますか？まず2点ありまして、まあ、まずは1点目は本当に論理性をしっかり持ってロジカルシンキングができるかっていうところが重要かなと思います。ただこう頭が良くて頭のいい大学行ってるから受かるというのではなくてですね、まあ、しっかりそこのやっぱ順序立てて、まあ、こういう風にやるからこういう風な結果が生まれるよねっていう話し方は1点目がまあ重要かなと思います。であと2点目がですね、やっぱ本当素の自分でやっぱいることが一番かなと思います。あまりこう作っちゃうとキャリパー試験とか能力検査もあるようにすぐバレてしまうので、まあ、そこはその企業にやっぱ寄っていくやり方もまあ一つありなのかなと思いますけども、まあ、そこは自分の素を出していくことが重要かなと思います。キーエンスの業種業態とかって、例えば競合と比べてどういう点が強いだとか、会社の事業についての理解とか勉強ってどのぐらいされましたか？ほとんどしてませんねやっぱそのインターンシップの中ではその最低限はやっぱ知ることは多分準備は しましたけども、何かこう自分からこう OB 訪問行ったりとかってことはやっぱせずに、もうほんと選考だけでちょっと集中するっていうのがある意味とキーエンスの人事の方もそれを求めてるので、あんまり志望動機とかそのこの業界について知ってほしいみたいな気持ちはなかったので、まあ、そこのちょっと準備は、まあ、あまり必要ないのかなと思います。ということで吉野さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。